長山八一郎明治10年4月13日は、日本の武士、陸軍軍人。天保九年、長山九越の第一子として、薩摩国鹿児島軍、新田村に生まれる。名森博、通称は、八一郎という。八一郎は、茶坊主として初出資し、満載と称した。弟の長山九にも、西南戦争に従軍した。八一郎は若くして、 勤労の志を抱き、これに奔走した。文久2年、有馬新七らに従って、京都に上り、京兵に加担して失敗したが、年少であるという理由で処罰を免れた。慶応3年、京都詰めとなり、陸軍で強連に励む一方で、中村半次郎らと市中見回りをした。この年の7月9日、黒田良介と共に、坂本龍馬のもとを訪れている。 母親戦争の時は、城下四番小隊の官軍として、蕎麦、伏見の戦いに参戦した。ついで、東山道軍が、大垣、池上、内藤新宿を経て、白川に進撃すると、四番小隊の官軍として、有数の激戦であった白川攻防戦で戦い、白川城陥落後は棚倉に転戦した。この棚倉戦で重傷を負い、横浜病院に送られたが、 療養途中に全地と称して、無理やり二体に帰った。合津若松城に進撃する際は、河村式の下で十六強の戦いに優先した。戸場伏見の戦いにおいては、中村の隊よりも早く幕府軍を抜き、白川城攻防戦では、戦線降着時に弾工作する中、防類として使われていた酒樽の先を部下たちと、飲みながら幕府軍の疲弊と、 弾薬消耗を狙った。明治2年に、鹿児島常備隊が作られた時には、大隊の共同となった。明治4年、藩がご新兵を派遣した際には、西郷隆盛に従って上京し、陸軍少佐に任じられた。その後、ロシアの東方進出を憂れて、身をもって、北方経営に当たらんと考え、志願して開拓出資に応じ、北海道に赴いた。明治六年、 政官論が破裂して西郷が下野し、この絵の将校が退去して退職した時も、彼らを軽挙と批判して、行動を共にせず、黒が気を高えた九時間の下で、明治6年11月14日、右大臣、岩倉ともみに提出された、北海道のトン兵装平説における、憲白書に、他3人と共に連名している。しかし、明治八年に軍に服して、陸軍中佐に任じられ、 トンデン兵を率いたが、政府が、カラフト、千島交換条約を締結したことに奮撃して、職を辞して、鹿児島へ帰った。鹿児島帰郷後も、長山は私学校等のように、政府在官者を偏見で、無能などとののらず、大久保利しや川地利吉らに対し一定の評価をし、在官者は日々進歩しているととき、むしろ私学校等のおごった考え方に、批判的だった。 この市学校派が腕力で幅を利かせていた当時の薩摩において新政府を擁護することはかなりの勇気のいることであったが過去の抜群の軍港と勇敢さによって批判を受けることはなかったとされる。明治10年中原久夫の再合視察計画を谷口東太から聞いた高木七の上帝の会合に八一郎も同席し奮撃したが 出兵するか否かを決した、私学校本校での代表儀では大軍を率いての状況については反対の態度を取る。八一郎の言い分は、政府の陸海軍は整備に入ったばかりで、今兵を挙げれば、再び国内に内乱を引き起こす危険性がある。それよりも、将来起こるであろう、外国とのいさかいのために今は備えるべきであり、政府への火を問いただすのであれば、最後を、霧の、 篠原の参照が数名の友を連れて上京し政府に直に問題すれば十分というようなものであった。しかし、西郷の身を案ずる意見が強く、また八一郎も西郷の状況における身の安全を保障するための策を持ち合わせていなかったため、この言い分は退けられた。結果として西郷の立平状況が決定されたが、八一郎は反対の意思を崩さず、 出兵に応じなかった。これに対し最初、ヘンミ十郎太が説得したが不調に終わり、仲が良かった、キリノの熱心な説得で、ようやく同意した。結果、ヤイチロは三番代替揮長となって、十個招待、約二千名を率いた。熊本上皇位戦に際しては、最も遅れて到着し、割り込む隙がなかったので、ヤイチロの部隊の多くは、予備隊として、小詰めをした。 2月24日、第一旅団、第二旅団が南関に着くと、池上四郎に、熊本後為軍の指揮を任せ、政府軍を攻撃すべく、桐野が、山が、篠原が、田原、村田新八、別府新助が木止めに出張本営を設け、八一郎は、政府軍上陸に備えて、海岸線に市長本営を設けた。3月14日、黒田清を、高島之助を、 別道、第二旅団の司令長官とし、不評四個大隊と警視隊、総計四千名の兵力をもって編成された、小世軍は3月19日未明、黒木亀元中佐率いる二個大隊と警視隊五百名が、ひなぐの三キロメートル南方に位置する、州口の浜に上陸。続いて高島率いる一個中隊と警視隊二百名も、上陸、八台まで進撃し共闘法を築いた。 この法を受け殺軍は南下軍を編成し、八一郎が迎撃軍の司令官に志願し、川尻から進発した。3月20日、八一郎率いる南下軍前衛三中隊と政府省世軍と宮原、鏡付近で遭遇、今日、宮原、縦紙において3月25日にそれぞれが攻略されるまで戦闘が続いた。この間の三月十一日、黒田清高が、 不評1個大体半と警視隊500名を引き、ひなぐに上陸。3月24日から3月25日には、山田昭義率いる別動第2旅団、大警視、川地俊義率いる別動第3旅団が8台に上陸し、3月26日午前7時進撃が開始され、小川にて激戦が展開された。結局、この日のうちの小川は政府軍に占領され、 八一郎式の南下部隊は松橋まで交代。3月30日から3月31日にかけて松橋において、八一郎式下の部隊と高島の別道第1旅団と山田の別道第2旅団が激突したが、31日の正午頃には松橋も陥落した。4月1日には、八一郎式下の南下軍は、宇都の戦いにも敗北し、宇都を占領され、 緑川まで交代した。この後しばらく、緑川を挟んで政府省世軍と睨み合いを続けた。4月4日、変見十郎太と別府新助の殺軍別動隊が人吉方面から8代に来襲し、山田明義の別動、第2旅団文献隊を粉砕するなど政府省世軍のさらに背後をつく動きもあったものの、政府軍の増援部隊に進軍を阻まれ、別府、 変ともに撤退する。この間、宮崎八郎が被弾し戦死した。4月12日午前5時、7日に上陸した、黒川通気大佐率いる、別道第4旅団を加えた、政府省セ軍4個旅団は、ついに、緑川とかを開始した。高島智之助の別道第1旅団は、熊省から、三船方面の白旗山、変上山へ向かい、 川地敏吉の別道第三旅団は、交差から三船を目指し、進撃した。山田秋吉の別道、第二旅団、黒川通気の別道第四旅団が緑川から川尻を攻略するため進撃を開始した際、八一郎は砲弾の破片を浴びて、足腰に重傷を負い、熊本日本技本営に構想された。しかし、翌13日、苦戦を聞いて、 負けたら二度と諸君らとは見えぬとの決意を周囲に告げて、止めるのも聞かず人力車に乗って、三船へと出陣、河路少将の別道大三旅団との戦いの指揮を、取った。三船では逆さに置いた酒だるに、腰掛けなぎなたを振るい、兵たちに、今日こそが貴様らの死ぬ日である。散り添いてだらだらと今日は負けた負けたと語り合う日ではない。やつき方が折れるまで戦い。 皆しねと知った激励していたが、敗戦いかんともなしがたく戦線は、完全に崩壊し、四面皆敵という状況に、陥ったので、近くの農家の老婆に数百円を渡し買い取って、自ら火をつけ自陣した。撤退を進めに来た二段係の最初最一郎に、解釈を頼んだとも言われる。去年40、半次郎、2010年9月、縁、明。ありがとうございます。